ストーリアは1998年春に発売された FF コンパクトハッチバック。シャレードの実質的な後継モデルだ。親会社のトヨタからもデュエットという名前で発売されたが、開発を担当したのはダイハツである。ターゲットを当時の団塊ジュニア世代のヤングファミリー層に絞り、使い勝手のいい5ドアハッチバックボディを採用。当時の日産マーチに比べてコンパクトながら居住空間は広いという優秀なパッケージング性能を持っていた。搭載エンジンは3代目シャレード以来となるダイハツ得意の新開発1リットル直産 DOHC。 このエンジンは電子制御燃料噴射により60馬力の最高出力と 9.6 キロの最大トルクを発生した。2000年には90馬力の 1.3 リットル直四 DOHC エンジンも追加されている。トランスミッションも新開発で5速マニュアルと4速オートマチックをラインナップ。 FF に加えて 4WD も用意された。 CX は本川巻きステアリングやウッド調インパネなど装備を充実させた主力グレード。1リットルと 1.3 リットルがあったが、2003年からは 1.3 リットルだけの展開となった。ストーリアで忘れてはならないのが異色モデルのクロス4だ。モータースポーツのベース車両として作られたもので、エンジンは 713cc の直四 DOHC ターボ。これはモータースポーツの世界で排気量に 1.4 が掛け算されるターボ車のレギュレーションでも 1000cc 以下のクラスとなるように意図された排気量だ。エアコン、パワステといった快適装備は一切ない代わりに、クロスミッションや前後機械式 LSD、 単増クランクシャフト、単増ピストンといったパーツを組み込み、最高出力120馬力という驚異的なパワーを発生。国内ラリーやダートラで無敵の強さを誇った。ダイハツのモータースポーツ魂が炸裂した一台である。